どうもコミです。さて本日はつむぎ組さんからお届けしてまいります。今までですね、結構つむぎ組さんからお届けする動画っていうのは、まあ、スーパーネクロ多かったんですけども、まあ、その当時よく見てもらったのは、まあ、グランドボーデのオデヒっていうね、あれから入っていくパターンは同じで、でライトニング使って投下弊社って、もうこれがねもう鉄板的なパターンだったんですよね、まあ、ですけどもやっぱり戦術は進化するということで、さらに進化した、スーパーネクロマンサーを今日は見てもらいたいというふうに思います。パンホール13によってやっぱスパネクってねだいぶだいぶ強いので、でしかも今回その新しく、お話ししたいこの攻め方っていうのが出たばかりでもないけども、あれウッドランチャーじゃないわ、フレームシューターこれを使った形なんですね。でこのフレームシューターを使って攻めることができるとだいぶ攻めがうまくいくんですよ。使いどころ難しいんですけどね。で、まあ、それプラス実は今日お話し、まあ、したかったポイント1個先言っちゃうと、ネクロマンサーって進行が遅いじゃないですか。だからゆっくりゆっくりこう進行するね、このフレームシューターこいつですね、これ相性がいいんですよね。で、今回のこのフレームシューター使うにあたって、まず6時側からお出火でこの部分をカットしていくんですけども、でフレームシューターにこのスケルトンの呪文これ加えてるの分かりますかね、これスケルトン。これを出すことによって、まずこの辺一体隙間がありますけども、ここにテスラが生えてくる可能性っていうのをまず潰しておきながら、まあ、生えてきても、シューターがテスラに近づく前にそれを壊してくれるように、測っていますね。で、このシューターで、イーグルホームまでこう壊していくというような格好で見ています。で、ある程度この両側のサイドカット、ここのカットが済んだので、次は、ネクロマンサーたちを中にこう入れていくんですね。入れていくことによって見てほしいのはこれ、この部分の、なんだっけ、これクロスボウ、そうそうクロスボウ、クロスボウのターゲットがこの真ん中のネクロマンサーたちに向かってるのが分かりますかね。でこうなることによってフレームシューターがゴリ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 こう先に進むことができちゃうわけなんですよ、こういう風にね。ということで、中の進行、まあ、レイジが乗っかってるんでちょっと今早くなりましたけども、まあ、ここからフレームシューターも徐々に徐々にこう前進していきながら、ネクロマンサーも徐々に徐々にこう前進していくっていう、このね、うまい、このなんていうかな、ペースが合うっていうのかな、スピード感が合う。この噛み合わせっていうのがめちゃくちゃね、やっぱ強いんですよね。アーチャークイーンが今、過労して生き残ってるっていう危険な状態なんですけども、まあ、これやっぱ生かすところもやっぱ、ゆうきさんのうまいところですね。ギリギリですけども、最後まで生き残ってくれて、まあ、今落ちましたけども、だいぶね、進行させてくれました。で、レイジをね、最後1枚ここに打ってますが、このレイジを遅らせることによって、イーグル砲の周辺にあった防衛が全部、シューターによって壊されてます。で、これによって、きっちりとネクロマンサーがタンホールに一直線に向かうという加工が作れてるんですね。で、これね、あんまり意識しなくてもいいんじゃないかと思うんです、個人的には。意識しなくても、ネクロマンサープラスシューターっていう組み合わせを使った時点で、こういうような、お互いの位置関係が自然と出来上がると思うんですよね。なんで、まあ、今日ね、合計で3本リプレイ見てもらいたいと思いますけども、どれも、ごくごく自然にシューターとネクロマンサーがこう、いい感じに、お互いに、なんていうかな、進行がどちらが早すぎることもなく向かっていってくれるみたいな、攻めを見てもらえるというふうに思ってます。ないからですね、せっかくの、ね、最後までこれね、壊すので見てみましょう。しっかりと、ネクロマンサーも4体全部生き残ってね、前回取っているんで、まあ綺麗なアタックになっているのかなというふうに思います。で、今のパターン見てもらう前にちょっと1本ね、別のを見てもらいたいと思います。これですね、ゆうきさんのアタックもう1本いきたいと思うんですが、これライトニング型ですね。でフレームシューターを使っていく。どんな風にやっていくかっていうと、まずはこれもう時間結構ギリギリだったんですね。まあ、シューター使うと時間の面で少し難しさはあるんですが、ここの部分ですね、アーチャークイーンをギリギリ落とし切るとこまではいかなかったんですが、もう1個ライトニング持ってってクエイクではなくてアーチャーク落としてもよかったかもしれないですよね。はい、でここアーチャークイーンではグランドボタンにカットしていきながら、この迫撃砲を壊してシューターをここから当てていきます。こんな感じですね。で、この両側をカットしていって、ガッと真ん中からタンホールに向けて、ネクロマンサー本体を出していく。ジャンプの呪文は、これかける2枚持っていってますね。しっかりこの2枚があるので、村全体を見ることができる、ジャンプの呪文の使い方ができるというところですね。
この8着に僕だったらやっぱりやつに倒したんですけどね。でもゆうきさんの方が明らかにこの攻め方に対しては熟練度が高いので、まあ、多分何か僕に及ばない考えがあったはずだと思います。マジでね、これは。はい、でこんな格好ですね。壁の一層内側ぐらいまで、シューターが攻撃をしてくれたらもうネクロマンサーたちを出していくということで、これでこの部分ちょっと怖いね。この、クロスボウのターゲットっていうのがきっちりこのビッグボーイに向いてますね。こういう風にビッグボーイに向いて、さらにちょっとこれ心配ではあるけど、アイスゴーレムが来てくれてるので、ここアイスゴーレムが先に行ってくれれば、ネクロマンサーが先に行ってくれればどうだ、取れるかな、ターゲット取れましたって感じですね。はい、っていう具合で怖い怖いクロスボウのターゲットも中心部分に行っちゃったんで、もうこれでシューターは延々とこの辺削り続けるわけですよね。でネクロマンサーたちがじわじわ進軍していきながら、やっぱりそうなんですよ、これね、同じぐらいの位置関係に今いるじゃないですか、ターゲットがここなんで、ちょうどこんな風に。でネクロマンサーたちはタウンホール側に向かう、ジャンプの呪文で向かう、シューターはイーグル砲を壊すみたいな感じで、結構ね綺麗にやっぱりお互いの進行の速度が揃ってね、こう前に前にこう進んでいくっていう格好ができてますよね。ラッチャークインコでクロークを入っていて、シングルインフェルノタウンホールを壊していくという感じですね。ヒーラーちょっとやっぱ1体になっちゃったから、だいぶネクロマンサーたちが苦しくなりましたけども、でもこの時点でまたロイヤルチャンピオン残ってるんですよ。これは強いですよね。シューターも中割れてないんで、おそらく中にはバルキリーが入ってんじゃないかなというふうに思うんですけども、こういったのもそれから出てくるし、もうここまで来たら、もうほぼほぼ盤石の形っていう感じですかね。はい。で、最後ね、ロイちゃんはやられてしまいはするものの、残ったバルキリーと、アーチャークイーン、こいつらが全部回収してくれて全開という格好になっていきます。うまいですね。本当に。綺麗に、やっぱり、その噛み合うんですよね。なんか、ちょっとぐらいやっぱり、ネクロが先行してもそんなまあ大きな問題にはならないし、で、シューターが先行したら先行したで、ダメージが入るポイント、さっきのこのクロスボウみたいなポイントっていうのは気をつけなきゃいけないんですけども、そこはねちょっとだけネクロが早くこう進行してくれる必要があって、まあ、そのためにユウキさんこの部分だけ削って、もう早めにこうネクロマンサー出していきましたね。このクロスボウは明らかにこれ意識して、ターゲットがシューターに向かないように意識して早めに出したというところだと思うんですけども、この辺さえ気をつけながら使っていけば、もうシューターが最後の最後まで生き残ってめちゃくちゃ仕事をするというね形が作ることができます。ラスト1本おばちゃんさんのアタック見ていきたいというふうに思います。でこれはシューター型の、ライトニング使わないタイプのデッキで入っていきますね。で、このアタックもそうなんですけども、こういうところめちゃくちゃ美味しいんですよね。これ、今このババアを1体出したのは、これテツラがここに入ってこないか確認です。これすごく重要。さっきの1本目もそうですけども、美味しいなと思うところにテツラを置いといてシューターをやっつけるっていうパターンだったり、まあスケルトントラップを出すなんていうパターンはよくあるので、必ずこういうね隙間がある場合にはそこに罠がないかどうか、テツラがないかどうかきっちりねチェックすることがやっぱり大事かなというふうに思います。きっちりおばちゃんさんそこをケアしながらシューターでイーグル4を狙っていく、狙っていきつつ、グランドウォーデンはレイジを使ってこのマルチニフェルノを潰していきますね。で今回のアタックっていうのは、こう入っていくんじゃなくてこっちから入っていくんですね。確かこれだと思った、違ったらごめん確かそうだと思う。そうね、入っていきますね。ビートロ君こっちからこの富士方面から出してるんで、あっちでグランドボーデンでマルチインフェルノを潰したら、はい、この十字方面から本体をこう投入していきます。で、サイドカットがこれちょっと難しいですね。この部分早めにカットしないとユニットがガッと取れちゃうんで、まあ、きっちりとババキンでカットを入れていくタイミング等も測るのが大切なんですが、今回ビッグボーイは若干それたものの、援軍に反応したネクロマンサーたちはちゃんとこの真ん中の投石の区画に入っていけそうですね。うまい。ババキンもここでフィストを発動してマルチインフェルノをたげっていきつつ、ネクロマンサーたちはしっかり中心部分がタウンホールに向けて突進していく。で、今この時点でまだシューターがね仕事してるんですよ。この辺もうがっつり壊してくれますよね。さっきみたいに、ネクロマンサーとシューターっていうのを並走させるっていうのも一個手なんですね。この辺にクロスボウがありますよとかいう場合にはネクロマンサーを入れることによってクロスボウのターゲットをネクロに取らしてシューターを長生きさせるんですけども、この配置みたいにもうその心配すらない、もう完全にシューターがフリーで一区画丸々潰せるよっていう場合にはもうあえて逆方向からこうネクロマンサーを投入していくという形もよくって、
ちょうどネクロがここに到達するタイミングでこの部分の防衛が何もないんですよね。だからネクロたちは横打ちもされないし、横どれもしないし、3ホールに向けて一直線にこうジャンプの呪文に乗っかって突進していってくれるという格好になるということですね。だからやっぱり出てきたのはバルキリー。時間をやっぱ巻く意味でこの集団の中身はバルキリーにしておくと、最悪ね、この辺の、防衛ではない施設がこういうとこ残ったとしても、まあ、そこにバルキリーがアプローチしてくれて時間切れのリスクを減らしてくれるんで、まあ、結構バルキリー使われることは多いと思いますし、特にネクロマンスの場合って時間の制約厳しいですからね。シールドを発動してウィザードも出しながら、アーチャークイーンのクローク、さらにはインビジブル温存しつつの圧倒的な展開にまで持っていくということで、まあ、シューターの使いどころすごくね、見極めは難しいし罠にはめられないように慎重に使うべきではあるんですが、奥にあるクロスボウからダメージを受けないようにネクロマンサーないしはそのネクロが召喚する、ビッグボーイですね、骸骨、あれでターゲットを取ってシューターを守っていくパターンで、それが必要ない場合にはシューターで一足かく丸々潰しておきながら逆サイドからネクロを突進させていくパターン、この2つを、ね、今日紹介させてもらいましたけども、とにかくシューターとネクロ、シューターとスーパーネクロね、相性がいいのでぜひぜひねタイホール13の方使ってみていただくと、気持ちよく前回まで持っていけるんじゃないかというふうに思います。というところで本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、僕のチャンネルこんな形でクラン対戦の解説中心にやってます。タイホール13、14メインで扱っておりますので、動画いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。